ことですか。それはそうだろうけど。それでは、わざわざ着替えてくださいましたので演技に期待したいと思います。はい、それでは参りましょう。エントリーナンバー4番斉藤さんで、にゃんこ先生のすべてを体験どうぞ。これやばいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかエグいものを見せられましたね。そうですよ、ちょっと漫画っていうか本編を知らない人に全くわからないあのアピールタイムになってしまいましたけど、これ大丈夫なんですかね。あれで全てが体験されたんですね、多分されました、されました。体験されたんですね、多分。まあそれぞれ皆さん足を使った個性豊かなアピールしてくださいましたね。そうですね。それでは全てのアピールタイムが終了いたしましたので、これから審査員のお二人には審議に入っていただきます。はい、それでは審議の間、我々で出場者の皆さんにインタビューしてみたいと思います。はい。